皆さんこんにちは。1980年代に人気を博し、18歳で命を絶ったアイドル岡田由紀子さん。今年で37回目の命日を迎えました。自殺現場となった都内のビルの前や故郷の墓前には、毎年多くのファンが足を運び、ゆっこを偲んでいます。さて、岡田由紀子さんの自殺の原因には様々な見解があるようですが、事件の裏には隠蔽工作や神田正輝さんの存在もあったようです。今回はこの自殺詳細と岡田由紀子さんと神田正輝さんとの関係についてご紹介したいと思います。最後までご視聴いただけると嬉しいです。岡田さんは1986年4月8日午前10時頃、自宅マンションでリストカットした上、ガス自殺を図るのですが、同じマンションの住人がガス臭に気づいたため、管理人が110番と東京ガスに通報。岡田さんはすぐに北青山病院に救急搬送されたことから、幸い一命を取り留めます。そして所属事務所サンミュージックの元専務福田時雄氏によると、その朝、相沢から「由紀子が大変だ、北青山病院に迎えにすぐ行ってくれ」と電話が入ったんです。駆けつけるとカーテンの奥で手首に包帯を巻かれた由紀子が泣いていた。わーっと声を出して泣くのではなく、シクシクという感じで、幸いためらい傷だけだったので医者に入院の必要はないと告げられ、私は由紀子を連れてタクシーに乗りました。どこに行きたい、名古屋の実家へ戻るか、自宅マンションへ帰るか、事務所に行くと尋ねると、事務所がいいというので四ツ谷へ向かったのですとのことで、その後岡田さんは福田氏に連れ添われて事務所に戻ると、福田氏と付き人の女性と共に6階の社長室で休養されたのですが、それからしばらくして外出中の相沢社長から福田氏に電話があり、福田氏が隣室に移ると、その隙間に岡田さんは屋上に上り飛び降り自殺をしたのです。そしてその1時間後、福田氏は相沢社長と共に記者会見を開き、自殺の原因はわからないと答えているのですが、岡田さんの自宅から遺書が見つかり、その中には俳優の峯岸徹さんの名前が書かれていたとされたことから、岡田さんと峯岸さんとの関係が取り沙汰されます。この報道を受け、岡田さん自殺当日の夜、峯岸さんは仕事先の TBS で記者に囲まれると、急遽記者会見を開き、岡田さんとの交際の事実を否定しながらも、正直ものすごくショックです、僕は兄貴のつもりでいたんですが、彼女はそれ以上のプラスアルファがあったのかもしれない、報道陣から男として責任を感じるかと問われると、彼女にとっての初恋のようなものだったんだと思う、年も離れていますし、あまり好意を見せないように気をつけていたくらいでしたが、彼女からのそれが愛だったとすれば責任はあると思います。また峯岸さんは当時42歳で離婚しており、子供を引き取って育てていたそうで、新しい恋人がいたとのこと。岡田さんとはテレビドラマ「禁じられたマリコ」で共演していました。やがて記者の間では、峯岸さんは誰かをかばっているのではないかとの噂が流れ始めます。実は岡田さんの失恋相手は峯岸さんではなく神田さんだったというもので、もともと岡田さんは神田さんと交際していたのですが、岡田さんが所属事務所サンミュージックの先輩である松田聖子さんを神田さんに紹介したところ、神田さんが岡田さんを振って聖子さんにくら替え、その後1986年4月7日に聖子さんが妊娠4ヶ月を発表するのですが、岡田さんはこれにショックを受け、翌日の4月8日自殺したというのです。神田さんの所属事務所の社長の石原裕次郎さんが、結婚したばかりだった神田さんと聖子さんの醜聞を避けるため、峯岸さんに頭を下げ神田さんのカモフラージュとなるように頼んだというのです。ちなみに峯岸さんは石原プロモーションから莫大なお金を受け取り、仕事上で様々な優遇を受けたとも言われているほか、もともと峯岸さんは石原さんに憧れて俳優を目指したそうで、そんな石原さんの頼みを断れなかったとの話や、聖子さんはもともと石原さんの愛人で、それを隠すために神田さんが聖子さんと結婚させられたという話まであります。ところでこの謎を解く鍵を握る
岡田さんが死を決断したとされる交際相手について赤裸々に綴られていたという岡田さんが残した日記のようなノートなのですが、当時週刊誌に掲載された岡田さんのノートの内容は、俳優の峯岸徹さんに振られた、結婚してくれると言ったじゃない嘘つき、勝手なことをしてごめんなさい、俳優の峯岸徹さんに振られた、憧れていたのに最近冷たくされて悲しい、勝手なことをしてごめんなさい、というものでした。また所属事務所サンミュージックの当時の社長である相沢秀義氏も、峯岸徹さんを絶対に許さないと周囲に言っていたほか、インタビューでも、僕が廃車から戻ると事務所のビルの下が大騒ぎ、ユキコが飛び降り自殺したんです、僕を待っている間、朝の自殺騒動について僕に何か言われるのが嫌で屋上に行って飛び降りたんだと思ったんです、ところが彼女が残していた一冊の日記風のノートが発見されて、それを読んで自殺の真相が理解できました。ユキコは峯岸さんに恋焦がれて、プラトニックな愛を持ち続けて自殺したんですと発言していたのですが、岡田さんのノートは相沢秀義氏が管理する金庫の中に保管されていた上、相沢氏の他界後一部公開された岡田さんのノートにも、あなたとあるだけで交際相手の名前は公開されておらず、相沢氏を何度か取材した週刊誌記者によると、ある時お酒の席で相沢社長に突っ込んで聞いたそうですが、どんなに酔っていてもその話になると、その話はやめてくれの一点張りで教えてもらえなかった。このことから、当時巨大権力を誇っていた石原プロモーションと岡田さんの間で何かあったことを相沢氏が隠し通していた可能性も考えられます。ただし石原裕次郎さんはもとより、峯岸さんも2008年、相沢氏も2013年に他界されていることから、真相は闇の中です。そんな神田さんの現在では、テレビに映るたびに激痩せした、やつれたなどのワードが SNS で飛び交っているようです。その中にはがんなどの病気を患っているとまで言われています。そんな神田さんの現在について少し見てみましょう。神田さんは今年で73歳になります。2023年現在の神田さんの画像を見てみると、確かに頬の肉はげっそりと落ち、ほうれい線などのシワも目立つようになりました。加えて頭髪はすっかり白くなり、シミも増え、一気に老け込んだようにも思えます。5、6年前までは2023年現在よりも頬の脂質気が良く、肩幅や胸板もしっかりと厚いのが分かります。一人娘である神田沙也加さんを亡くした2021年12月まではそれほど見た目に変化は見られませんでした。たった1年半で体型や頭髪の色が大きく変わったようです。神田さんが一気に痩せて老け込んでしまった原因として考えられるのは、前述の通り一人娘である神田沙也加さんの死が大きいと考えられます。それ以外にも石原軍団の大先輩だった渡里哲也さんの死や、それに伴う石原プロの解散という大きな出来事も、神田さんの心労をためる要因の一つとなっているのではないでしょうか。また聖子さんとは1997年に離婚しており、現在まで再婚していません。2016年に文根美香さんとの熱愛が報じられましたが、進展のスクープなどはなく破局したか、そもそも交際していなかったと思われます。神田沙也加さんが亡くなったことにより、親族がいなくなり、孤独感から激痩せして老けたと考えられます。しかし神田さんのがんについてですが、神田さんは通院入院していた等の情報は特になく、加えてほぼ毎週旅サラダに出演してるため、がんなどの重い病気は患っていないと見て良さそうです。しかしこれだけ激痩せしていればがんと言われるのも納得ですね。いかがでしたか。今回は伝説のアイドル岡田由紀子さんの自殺に真相に迫ってきました。石原裕次郎さんはもとより、峯岸さんも2008年、相沢氏も2013年に他界されていることから、真相は闇の中となってしまいましたが、芸能界の闇を感じる事件となりました。岡田由紀子さんにご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。